四日市コンビナートは、三重県四日市市にある、石油コンビナートである。当コンビナートは、増生順で、第一コンビナートと、第二コンビナート及び、第三コンビナートの、三カ所の地区からなる。第二次池田内閣成立において、1960年12月27日に、閣議決定された、国民所得倍増計画は、重化学工業を軸に、 経済成長を目指す政策であった。既存の四大工業地帯の周辺に、鉄鋼、石油生成、石油化学、火力発電所を結ぶコンビナートを作る、太平洋、ベルト地帯構想が、要締めの一つであり、そのトップを切ったのが、四日市コンビナートであった。初の高専市長である、吉田翔太郎と、吉田畜郎が、コンビナートを誘致の計画と、 旧、大日本帝国海軍の第二燃料省の跡地を、旧、三菱財閥系の三菱床、三菱火星工業、三菱モンサント火星やシェル石油と資本提携していた昭和石油をはじめとする企業などへの激しい企業間競争の末の払い下げでコンビナート施設を建設するための下地を整えた。 の平田助けりが日本で最初のコンビナートを誘致した。原油から上流分離されたナフサなどが各工場間をパイプラインに輸送されて石油化学製品が製造された。当時、四日市の都市計画を作った東京大学の都市工学科のグループは石炭を使った戦前型の古い工業地帯と違って石油を軸にした。 最新鋭の設備であるから、太陽と緑の新しい工業空間になると海外にまで紹介した。コンビナートの誘致に成功した四日市市は、全国の地方自治体の先望の的であったが、当時は、公害対策の考えが乏しかったこともあり、地域開発の機種だと思われていたコンビナートが後に、四日市全速として、全国的に知られる深刻な大気を先行外を、 引き起こし、大きな問題となった。1972年7月24日に、四日市全足の公害訴訟の判決があり、土地方裁判所四日市支部は、第一コンビナートと第二コンビナートに立地していた被告の6社を、共同不法行為があったと認定して、原告9人への賠償を命じた。現在では、有害物質の排出が規制され、 公害も収束してきている。近年では、四日市コンビナートの事業所が共同で、三重大学の機械や電気、電子を専攻する学生を対象に見学会を開催している。四日市コンビナート内の事業所は、第二コンビナート形成当時と第三コンビナート形成当時のそれぞれについて、四日市公害と環境未来館によってまとめられている。当コンビナートは、 四日市市長の吉田地郎及び吉田翔太郎によって誘致された。なお、稼働する頃には、四日市市長は平田助乗りに変わっている。かつて、この地区の企業によって、磯津地区、塩浜地区、三浜地区、浜田地区、日永地区、三重郡楠の基町に郊外が拡大し、塩浜全速の原因となった。郊外対策として、 はじめは煙突を高くしたが、効果が見られなかった。次に、黄酸化物削減方法として、養分の少ない原油の輸入の増加と国と企業による脱流装置の研究開発がなされ、大気汚染が改善された。当コンビナートは、四日市市長の平田助乗りによって誘致された。なお、稼働する頃には、四日市市長は、久キキクに変わっている。 この地区の企業によって、大気汚染郊外がさらに、四日市港周辺の臨海部の地区に拡大し、四日市全速へと問題が拡大していった。東コンビナートは、久喜菊を四日市市長によって誘致された。富田浜地区の富田浜海水浴場と、霞ヶ浦地区の霞ヶ浦海水浴場の沖合を埋め立てた、人工島のシドニー港通りを挟んだ南側が、 該当する。旅客船での遊覧による、四日市コンビナートのクルーズが催されている。かつては、四日市市都市整備校舎所有のもとで、四日市ポートサービスが旅客船、稲葉及び稲葉2で、日中、夕方、夜のクルーズが運行されていた。これらは、 日露首脳会談の日程の最中の1998年4月19日に日本の橋本龍太郎首相とロシアのボリス・ニコラエビチエリツン大統領が城ヶ崎海岸沖で釣りをするために四日市市から伊東市に派遣されたことで有名である。後年本事業はセラビ観光規制に引き継がれるも同社の経営難により2008年に運行が中止された。 その後は、第一観光によって、旅客船、第二シリングほかゼと、早草で、夜間クルーズや貸切クルーズが運行されている。また、同社によるバスや勢いの国交通のタクシーで、陸地側からコンビナートを周遊することもできる。四日市コンビナート、霞ヶ浦地区の四日市ポートビルから、川越火力発電所まで。ありがとうございます。